性別思い込みあるある丸四。サッカーしたい、野球したい、リーダーやりたい、給食おかわりしたい。みんなと違っても気にしないって言いたいのに言いにくいな。小さい頃は言えてたのに、なんでやろ、なんでやろ。女になんか負けてかっこ悪いぞ。女子に助けてもらうなんて情けねえ。女の子に任せて大丈夫？女のくせに目立ちすぎ。ちょっと待って、なぜそう思うの？男は女より優れてる？女は男より劣ってる？女の人はリーダーになれない？それって思い込みじゃない？性別には順位はないよ。できるできないに性別は関係ないよ。遠慮なく全力でやりたいことやっていいんだよ。何でもチャレンジしていい。好かれるために自分に嘘をつかなくていい。失敗してもいい。何かができてもできなくても自分は自分。自分のことを自分で決めるのは勇気がいるかもだけど大丈夫。自分で決めたら失敗も成功も全部自分のもの。もっと自分を好きになる自信を持てる。どっちも頑張れ。みんなが自分の得意を発揮できるといいね。できることは思いっきり、苦手なことはぼちぼちな。これなんでだろう。日本の女性議員の割合は約 14%。 日本の女性社長の割合は約 13%。 日本の女のお医者さんの割合は約 21%。性別は平等なはずなのに、なぜこんなに偏っているんだろう。世界的に見てこれってどうなんだろう。ということで、男女が平等な国ランキング、日本は121位。どうすれば平等になるか、みんなで考えてみよう。